十郎さん。さくらを副隊長にするか。よし、決めたぞ。花組の副隊長はさくらしかいない。神山さん。クラリスを副隊長にするか。いや、もう少し考えてみよう。神山。クラリスを。よし、決めたぞ。花組の。桜を吹く。花組の副隊。はい、決まりました。彼女しか考えられません。では誰を副隊長に決めたのか、あなたの決意を聞かせてちょうだい。俺が副隊長に決めたのは、さくら、君が副隊長だ。頼むぜ、さくら。さくらなら安心して背中を預けられる。ついにというか、ようやくというかですね。さくらなら当然だわ。おめでとう。本当に、本当にこんな私でいいんですか？俺はいい加減な気持ちで君を副隊長に選んだわけじゃない。俺には君が必要なんだ。副隊長として一緒に戦ってくれ。嬉しい、嬉しいです。私精一杯頑張ります。これで決定ですわね。副隊長は決まりましたけれど、花組は全員揃ってこそですわ。みんなで神山くんを支えてあげてね。はい。では作戦開始よ。総員、準備はよろしいですわね。目標、帝国競技場。空中戦艦ミカサ発進。主砲発射準備。主砲発射準備。手を止めるなよ、急げ。主砲照準固定。目標競技場外壁。着弾誤差予測1メートルありません。いけます。主砲撃て。やった！競技場外壁の破壊に成功したで。このまま内部に突入しますわ。期間最大。新たな敵です。何としても突破するのよ。神山くんたちを競技場に届けるために。そら分かってるけど、こいつはきっついで。副砲開け、全力応戦。被弾率 40% を超しました。航行不能まで予測3分。競技場につければ沈んでもいい。なんとか持たせて。敵の攻撃が止んだ。敵艦発砲停止。これは一体。
原案、蒼鉄。落ち着きなさい。ただの幻よ。ふすでに帝剣は発動した。弦と降臨までもうあとわずか。今さら貴様たちが抗っても無駄だ。俺たちは決して諦めない。何を言っても無駄だ。お前たちはそうかもしれん。だがそこの女はどうかな。スミレさん。弦との封印が解ければ確かに駒王様は復活する。だが同時に旧歌劇団の者たちも帰ってくるのだ。お前はそれを望み、それを願い、長きにわたって戦い続けてきたのではないのか。わかるか。お前の目的は我が目的と同じなのだ。逆らうなスミレよ。今すぐ撤退し、ゲントの降臨を見守ってくれ。スミレさん。俺は信じています。スミレさん。さて、お前の考え通りにスミレは動くかな。さあ舞台から降りるのだ。そして我と共に祈ろう、ゲントの復活を。スミレさん。あの時、あと一歩のところで私の霊力は尽きてしまった。私は取り残された。みんなと一緒に行くことができませんでしたわ。目の前で手を伸ばせば届くような、そんなわずかな距離なのに、私はみんなが消えていくのをただ見つめるしかできなかった。みんなに会いたい、それだけを思い続けて、眠れぬ夜を何度過ごしたことでしょう。その気持ちだけは嘘偽りのない真実の思いですわ。そうだろう、わかるよ。痛いほどにね。だがそれもゲントが復活すれば終わる。共にその瞬間を喜ぼうではないか。お黙りなさい。さくらさんはいなくなるとき、目の前で私を見て笑いましたの。よかった、スミレさんが残ってくれて。これで私たちがいなくてもテイトは安心だって。みんなを助けるためにコウマの口車に乗ってテイトを危険にさらす。そんなことをしたら花組のみんなに顔向けできませんわ。悪を倒して正義を示す、私を、帝国歌劇団花組をなめないでいただけますこと。スミレさん。貴様、その言葉もう取り消すことはできんぞ。ならばかかってくるがいい。貴様らに真の絶望を教えてやろう。スミレさん、かっこよかったです。ありがとう。いや、お金だろ。これが帝国歌劇団花組トップスターの貫禄ですか。里の掟103条、神崎すみれは怒らせるな、絶対だぞ。さすがね。本当に良かったんですか。ええ、あの方たちはしぶといですから、きっと自分たちで帰ってきますわ。敵
の砲撃やで。うひゃ、すごい数や。花組隊員は出撃準備を。今すぐ量子戦闘機に乗り込んでちょうだい。これから先命の保証はできませんわ。もしミカサが落ちても。脱出して絶対に競技場にたどり着くのよ。スミレさん、行きなさい。花組は機体に搭乗せよ。突入作戦を開始する。了解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 。敵艦一斉に行動を再開しました。次々と砲撃してきます。ちょっと待ってや。この数は左舷敵ミサイル多数来ます。あかん、これを受けたらもう止まってまうで。上海歌劇団参上。よっしゃー。ゆいさん、助けに来たよ。遅れてごめんね。ありがとう。敵はまだまだいるんだ。行くぞ。了解。大丈夫です。死ぬかと思ったで。神山くん、そっちは大丈夫？はい、これより花組は競技場内部に突入します。私にできるのはここまで。あとは頼みましたわ。絶対に生きて帰るんやで。ご武運を。ここまで来てもらったんだ、負けられねえぜ。もちろん負けるつもりなんてありません。絶対に帝権を取り戻す。そして帝都に平和を。行きましょう清十郎さん。よし、行くぞ。帝国歌劇団花組出撃。了解。
幕を砕け、魂の一撃。行くぞみんな、正義を示せ。帝国カリキュラン参上。なんとか中に侵入できたが、内部は魔幻空間と同じ雰囲気だな。この空間では何が起こるかわからない。みんな十分注意しながら進んでくれ。行くぞ、全てを打ち倒し帝剣を取り戻すんだ。了解。行くぞ。遅い。今行く。魔幻空間に取り込まれているはずだ。一刻も早く解放しないとまずいな。そういや、競技場にはベルリン歌劇団もいたんだろ。あいつらも一緒に戦ってくれたら心強いんだがな。遅い。そら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 そがいりゃ百人力だぜ。ようやく来たか、帝国歌劇団。さあ決勝戦を始めよう。え、準備はいいのか。整うまでは待ってやる。何冗談言ってやがんだてめえら。今はそんな状況じゃねえだろうが。待ってください、何か様子が変です。本気で歌劇団対戦だと思ってる。変な仮面つけてる。おかしい、あの仮面夜叉と同じ。まさか操られているというのか。あの仮面を通じて玄庵に。何をごちゃごちゃと言っている。準備ができたなら戦闘を開始しろ。どうあってもやるつもりですね。元に戻す方法を探すしかないな。ちょっと待ってください。戦いながら方法を探す。あいつらは最強の歌劇団なんだぞ。そんな隙があるわけね。どんな罠でも突破すると言ったけど、この罠は想定外すぎる。そうだ、やるしかない。みんな気を抜くな。死ぬぞ。決勝まで上がってきた強者に敬意を表する。だが我々も負けはしない。くぐられるか。世界最強のシュワルツシュテルンを。エリスさん、聞いてくれ。今は歌劇団同士で戦っている場合じゃない。歌劇団対戦は中止になったんだよ。
玄庵の野郎がやったこと覚えてねえのか。ザレ事を。過激団大戦が中止になった情報確認できず、減少確認率ヌルプロセント、嘘ばっかり。我々を欺こうとしても無駄だ。正々堂々正面から向かってこい。エリスさんたちを元に戻す方法はあるんでしょうか。方法はある。今それを考えている余裕はない。まずはベルリンの無力化に専念する。相手を動けなくさせればそれでいい。はい、エリスが前に出るまでもないわ。私は叩き潰してあげる。お前たちが勝つ可能性はヌルプロツェントなんだから。うまい位置取りね。こちらからの攻撃は届きそうにない。だったらない、引きずり出すだけだぜ。ああ、エリスさんは後だ。まずはマルガレーテさんたちを止めるぞ。分かっちゃいたけど、こいつら強すぎるぜ。でも欧州で見た彼女たちの力はこんなものではなかった。おそらく操られているがゆえに動きが遅くなっているのよ。いい過激だ。手強い相手だ。これが世界最強の力。よし、一気倒した。このチャンスを逃すな。総攻撃だ。ベルリン過激団を無力化する。さっさと引き出して。マルガレーテは絶対に許さん。ベルティプレジデントジーニー、原案総括に操られているんだ。ザレ事を。そのようなことがあるものか。エリス、神山の言うことは本当よ。目を覚まして。マルガレーテ、お前は…エリス、私たち約束したじゃない。誰かの平和のために強い力を、心を持とうって。目を覚ませエリス。お前は最強のベルリン歌劇団の隊長だよ。私エリスさん、あなたの力は世界の平和と正義を守るためにあるはずです。正義を守る力、力。玄庵の力なんかに負けてはダメだ。逃げる時は今です。鋼の鉄拳を下してやろう。やったか。私はベルリン歌劇団は
無敵だ。くらえ。まずい、あの攻撃だ。エリス、ダメ。カイヒロ、避けて。私の勝ちだ。ゲンアン。エリスさん、仮面が、まさか自力で。状況は把握している。みんな迷惑をかけた。いや、今はやめておこう。行け、帝国過激だ。原案総鉄の野望を止められるのはあなたたちだけだ。原案の支配から脱するために私は霊力を使い切ってしまった。回復を待ってあなたたちを追う。それが今できる最善の行動だ。わかりました。あとは俺たちに任せてください。激しい戦いだったが、ガッキー、大きな損傷はないようだな。よし、行くぞ。帝剣を取り戻すため中心部に進む。